みや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 みなんか子猫が泣いてる子猫が泣いてるなんか声がするのに子猫かわいく好きだからちょっと探そうですあ猫。ああ子猫いたあおい子猫ごりそうです あ、うん、子猫と思ったらゴリラやった今度からこういうのあるかもしれないから気をつけよう宇宙で一番ひどいな。<laughs> はいどうも、はい,い <laughs> はいじゃない、はいじゃない、はいじゃないなんかさっきの <laughs> 一連の流れは <laughs>、茶茶番番にもならならいのこの番組は現役大学生お笑いコンビ5代メディーガルの僕たちが、えー、いろいろな目線、大学生っぽい目線からトークしていこうという番組でございます。<laughs> ね大喜利対決とかね、楽しい内容、盛りだくさんの内容ですので、ぜひ最後までお付き合いください。<laughs> よろしくお願いしますすはいこの番組でですねメッセージも募集しております。 メールはですね761 at mark 76 fmcoza.jp761 at mark fmcoza.jp ツイキャスやユーストリームでも動画を配信していますのでそこからもコメントをどんどんよろしくお願いいたしますお願、はいいたしますコンティニューコインが3枚も来ちゃったよあコンティニューコインが3枚も <laughs> ありがとうございます<う>コンティニューコインね5枚貯まればですねた <laughs> ツイキャスの方がですね延長できるんですよ30分ツイキャスで30分しかできないんで、うん、ね そのコンティニューコインがあのリスナーの方からね5枚ねいただければですね30分延長できますのでまあねコンティニューコイン遅れとは言わないけれどもそうそう、まあ、来てるっていうのは来てるけど <laughs> あら本当ルドルフさんからもコメント来てますけども5枚あるよと <laughs> カモです <laughs> もうカモですもう今日は使います使いますね今日もだからツイキャスラジオユーストリーム聞いてる方々 <laughs>、えー、お楽しみください頑張っていきましょう <laughs> ひどいなやってますけれども はい、まず自己紹介の方からいきましょうまず私一応しとこラインの音が鳴りましたけれどもそうだな聞けしとけ五代目リーガルの下地ですお願いしますお願いしますはい私五代目リーガルのくだかですああお願いどまもねな何でためたんでしょうかね梅雨だね梅雨ですねいやね急にね言いましたね急に話にぶち込んできましたね梅雨を今日は晴れてますけどね今週地獄だったんじゃない だからやばかったよな。なんか雨という雨じゃなくて小雨ではないっていうか、本気の雨さ、あれです。大雨ね。そうそう、大雨。大雨ね、かたかわからんかった。大雨の言い方はまず一番最初に出てくるべきだと思んだけどさ。本気のやつら本気の雨とか言わんだろう雨でしたね。学校も遠い。お前ももう流大だから遠いだろ。遠いし、雨だったらなんか混むよな。なんでかは知らんけど。なんでかはあれだろう。歩きたくないんだからだろあ、そういうことか。 <laughs> じゃあお前は冥王の時はまっすぐ着いたからいいさ<ん>5分とかですぐ着いただろマンションから冥王までああそうそうそう冥王の時はねそうそうもう車で代になってしまったらもう時刻圏にもうだからもう息でも40分50分ぐらいかかるからそうそうそう,そうもうのえてたら息なくすばや本当にだからな本当にで にしてもよだから学校行かんかったわけいやそんなことないそんなことない。行った。全部ちゃんと行った。えらい。びしょ濡れよ俺。マイカ。スチューデントの鏡ですわ。ミラー・オブ・スチューデントです。そうありがとうございます。まあ、梅ーといえばね、ちょっと思ってることがあるんですけども。はいはい、なんでしょう。ツイッター変わったよね。変わったね。いろいろアップでされて、アイコンツイッターのなんか様子がそうそうそう。レイアウトが変わりましたけれども。アイコンも丸くなったりしてね。変わったね。変わっそうで、梅ーといえば。梅ーといえば 梅ーと言えば変わったよねツと言えばそうなの梅ーと, <laughs> と言ったらツイッター変わったっていうあ、そうなの <laughs> よく分かるんですけど、まあ、なんかツイッターがねツイッターやってる人しか分かんないそうだよ <laughs> と思いますけどなんていうのか、あのー、変わりましたよね何か何が別にいらんくないあれいらんよなだいぶ他のしなんかツ,イートツイッターからもなんかいらんだろうみたいなジいた結構多いなんか 何が変わったかも分からんし変わらなくていいし別に何であんなに変わったのか急にマジで何か何も言わずにな突然んかすんみたいな「おえ変わるぜんか嬉しいだろ」うて言してかそうそうえへみたいな一心一心みたいな一心一心んかリクエスト来てますよまさみさんまさみさんからリクエスト今検索してますのでおいお前は本当にお願いいたします ミキの鏡だなこういうこともできるようになったわけミラーをミキサーなの。そのミラーじゃないか。はいまあとからね、リクエスト曲の方も流しますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあね今、ツイッターの話したんですけれども、ツイッターのレイアウトがアップデートされて変わったよみたいなね話になってたわけですけれども、あのもう SNS がねうん何増えたよね。こんなになんか多すぎん 全部使ってるやつとかいれば一回やってみよう、その何ていうの、数えてみよう。ま,あ、まず LINE でしょ ?LINE、SNS、書<れ> SN いちゃう。SSS、SSS、SNS。<laughs> で、まあ、Facebook。Facebook、Facebook。Facebook。<laughs> で、Twitter。Twitter。おぉ。え、何 Instagram? ?Instagram。Instagram <laughs> <おー>。お <laughs> ぉ。何じゃあ、あとは m i x i とか。m i x i <laughs> <laughs> もうなん、ね、<laughs> アメーバブログもう今適当に言っただけでも,も,うも <laughs> アメーバブログとかも一応 SNS SN ソーシャルたたブログも SNS なのかなまあだとしたら多い,多いねミクシー,アメーバだからそんこんなに多いさね、うん、でそのうち全部やってるやつとかアイドルぐらいだろいるんか <laughs> アイドルとかだろいないよな多分、ね、いないだいないいないだからこの何が一,一体何がよ、うん、その真の SNS なのかっていうの 話したいなと思う。はいはい進路ね何だじもう俺は僕がやってるのはすみませんなんかちょっと今ねジングルが急に流れましたけれどもあの一回止めますねはいはいはねすみませんね何がで僕が今やってるのはまあもちろんラインでしょうん。であのフェイスブックやってるああはいまあねエムコザとかでもあるよねそうそうそうでツイッターツイッターはい。の三つ三つ三つの使い手あ三つ。僕もこれ三つでどうなのかなってこの三つ使ってるのって結構多いよねもう。 3つ使うの、まあ普通ぐらいの。うん、そうだねそうだ、まあ。3つ以上とかほとんど、4つ以上はいないから、ねまあ,まあでもさ、今考えよく考えてみたらさ、昔と比べて SN、SNS を3つやってるって、だいぶすごい感じしな。本当にな。あっちでも高校の時なんて、高校1年2年までは、LINE と FACEBOOK だけだったわけ。まあ一応俺はまあ FACEBOK やってないけどな。うん、LINE と Twitter だけだろ俺。二刀流、二刀流。その2つ。 もうフェイスブックやってるからツイッターやらんでいいだろうと思ってたと、うん、思ったけどなんかもうみんなツイッターやってるしみたいな <laughs> ツイッター e r さんぐらいから始めたんだけどなんかもう3つが普通ってそのいうの状況がすごくない確かにね昔まではでまた今ツイッターとねまた新しくねインスタグラムって来たでしょそうそうインスタは何だっけあんま分からんの何だバあれんやってないから知らないでしあんまわからん写真出すんでしょで一応メッセージも書けるみたいな うんそれだったら,まあなんたら何の意味があるのかツイッターでよくないだよねでまたフォローとかあるらしいですよツイッターでよくないいいねとかね <laughs> ツイッターでよくないツイッターですよね <laughs> いります <laughs> 全然いらんなでリツイートは多分ないじゃもうツイッターがよくない、うん、なんか上位互換 <laughs> みたいなそれは <laughs> ツイッターじゃない理由はあるのかなっていうのがあってインスタにしかないなんかあるのかな,なんか写真が綺麗とかなんか聞いたことあるんだけどふざけるな 写真が綺麗って知らないですじゃあもうそんなのであ写真をデジカメで撮る一眼レフで撮れ一眼レフで撮って日記かけ日記日記キエニキってからそれでもインスタグラムになるみたいそれ写してからツイッターですだからそのもちろんインスタやるのに別に色はないですけどそのだからインスタとツイッターを併用する意味はあるのかなっていうのもっと言ったら俺からしたらフェイスブックも意味わからんしなお前がフェイスブックとツイッターやってる意味を フェイスブックはツイッターていうのはなんかもうただつぶやくみたいな感じさな、フェイスブックってなんかもう人とつながるみたいな感じだんか例えば、普通にわからんもん、か10年会ってない友人とかとフェイスブックで知り合いだとかそんなのが目的としてなんかも俺それ目的にしてるわ全然してないんだけどでもに前のアカウントがあるからただ別にお笑いとかの宣伝もできるからっていう大人とかも多いさ、フェイスブック。 なんか大人は Facebook での。マジおばさんとか、なんか Facebook。おばさん。多いんだよ。<laughs> おば様とか。SNS できる人らしておばさんとか。<laughs> よく見ますけれども。<laughs> 王者は誰なのかって話なんなけど、王者誰だっていう。SNS の王者は、うん、誰なのかな、まあ、まず LINE はもう別格じゃない。LINE はもう、なんか LINE ってもう違うよな反則じゃないですか、ね。<laughs> 伝えてだけ。<laughs> 何を置いてなんか。まあまあ、Twitter、Instagram、Facebook の中でって言ったら。 まあミキシーとかさっき言ってたけどあいつらもザコとして、うん、ミキシーはザコだよねアメアメーバとか昔までよく聞いたけどねうんまああのですね結論を言いましょうどうでもいいああ<ー>どうでもいいです僕も言おうと思った <laughs> それでは大喜利対決に参りましょう <laughs> 今週の大喜利、えー、ですね、えー、大喜利対決と題しましてですねいつもですね僕たちその大喜利をやってるわけですよ ラジオ中にぼーっとするのはコメンテンドのね、大喜利やってるもんですけれどもいつもですね新聞の記事から大喜利をさせていただいておりまして、うん、今週もですね新聞の記事から大喜利の答え出させていただきましたい,いいなりました、ね、ありました<え>ねえありましたよいい問題がいやねてかもうそれもちょっと話題と関連づくんですけれども最近のホットなニュースと。うん 日昨日 AKB の総選挙がありました、ね、あありましたね沖縄でね中止になったけどねそう中止になって、<laughs> 富城の中央公民館とかでやって、うん、下ってましたけれども、うん、なんかねその AKB の総選挙でなんか、まあ、沖縄は分けましたけれどもね、うんまあ、沖縄にもその AKB 沖縄県出身のそののなんていう AKB のメンバーがいるらしいんですよへ<ー>それがあの宮里里里里依良さんリ<ラ>リラ リリラリラみたいなリラ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 みラリ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 ラーラリ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 ラはいリチームリラ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 リのリラリラリんリラ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 リリラ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 リリリリ からの引用なんですけれども <laughs> AKB48 のチームエイトのメンバーで県出身の宮里莉ラさんの公式ニックネームは何かなというねこれファン怒るぞ今ホットな時期だからな <laughs> ち,ょちょっとポンポンってっ宮里莉ラさんの順位把握してないんですけどね上がったり下がったりねちょっと怖いな <laughs> 怒ってるファンこの大喜利の結果がどういうね、はん腹をもたらすのかねもしかしたらもうコメントでバンバンくるかもしれない お前らやめろ。苦しそう。腰殺すぞという。かもしれない。来るかもしれない。ですけどひえ。怖い怖い。とりあえずあの誰かどっちからいくかじゃんけんしますか。そうだね。最初はグーグーじゃんけんポン。じゃあ僕から行かせていただきます。これは交代交代でいい。これは交代交代で行きましょうか。はいではえっとお題の方もお願いいたします。はい。じゃ行きますよ。はい。A K B forty e i g h のチームエイトのメンバーで沖縄県出身の 宮津とリラさんの公式ニックネームは何かな扁平足 <laughs> <laughs> 扁平足です由来は <laughs> 由来なんてない扁平足だから足、<laughs> 扁平足わかる足が、足が、あの、平らなやつ まさかの AKB でみんなあのなんていうのマユユとか呼ばれてて例えばなにな高身長差し高身長差し子とか呼ばれてる中であの宮崎駿の扁平足っていうシンプルな体の特徴で殺されるぞ殺されるぞお前殺されかねんぞお前本当にそういうニックネームですはいじゃあ戦いきましょうかいいですかはいはいきます怖いな AKB48 のチーム8のメンバーで県出身の宮里里莉浦さんの公式ニックネームは何かなアマゾネスの女戦士 <laughs> アマゾネスのほ <laughs> アマゾネスの女戦士 <laughs> 殺されるシリビアから <laughs> <laughs> どういう意味だろ <laughs> <laughs> うに <laughs> <laughs> アマゾネスの <laughs>

<laughs> <laughs> はい、はい、<laughs> ありがとうございます俺が読むのか、うん、小高が読んでください、はい、アマゾネスの女選手を <laughs>、えー、超えることができるのかというね <laughs>、はい、じゃあ <laughs> 最初で4キロよかったな <laughs> 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 では、えー、とーお願いしますはい、いきます、ね、あはいごめんなさいいきます、えー、AKB48 のチーム8のメンバーで沖縄県出身の宮里里良さんの公式ニックネームは何かな コンクリート食べ。食べ。<laughs> <laughs> 命令系みたいな。食べみたいな。<laughs> コンクリート食べるやつだから。あ、食あのコンクリート食べです。食べ。食べこみたいな。そうですね。<laughs> 食べこみたいな、まあ、よくわからないですけど。食うんだ。食うんですよ。コンクリートをよくと。だから、あの、コンクリート食べとね。あの、毎回。 殺殺さされれるるかかななそそそそろろろろコンクリート食べるアイドルとか終わりだからいや恐ろしいですね今日あの今週まではちょっと小魚出ないとくえへこのスタジオにとどまってきたい危ないかもしれないから命を狙われるかもしれない襲撃される可能性がありますアイドルのファンとか怖いんでいや早速だから大丈夫ですか <laughs> さあ先ほどアマゾネスの女選手という訳 <laughs> 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 のわからないことで <laughs> 出しました、福永さん、えー、準備はよろしいですかそれではいきましょう、<laughs> AKB48 のチーム8のメンバーで県出身の宮里里莉浦さんの公式ニックネームは何かなえー、脇きがの申し子 <laughs>。もう待って それに関しては脇がとか言ったらダメだしダメかな申し子ってなんだ全ての牽引してるし牛耳ってるからああなるほどね俺も自分自殺するわもうお前今のはちょっと反省してもう私が脇がの申し子ですって3回言え今からちょっと目当リラさんじゃなくてもお前が脇がの申し子って皆さんボイジーも下げて謝罪会見しましょう謝罪しますってまずいって謝罪しますじゃあはい この度は本当に宮里里田さんのことを脇がの申しごと言ってしまい大変申し訳ございませんでした、えー、私が脇がの申しごです私が脇がの申しごです私が脇がの申しごです反省してるならしゃあないわいいでしょ <laughs> 反省してるんだからね、くだかはなんねこれ <laughs> AKB のファンの方、あの反省してますそうね。 だだからね多めに見ててやってくださいすいません <laughs> すいませんでしたすいませんはいします <laughs>、はい、ではそろそろ僕のおいですねはい頑張っていきましょうではえー、っとですね何にしようかな OK です考えました<笑><笑>はいいきますよじゃあ <laughs>、えー、AKB48 のチーム8のメンバーで県出身の宮里里里里里さんの公式ニックネームは何かな跳躍力日本3位 通称ですただの通称です。跳躍力が日本で3位だからさ、宮里里リラさんは。それについてはもう言われてるわけ。神様だね。神様なんですよ。アイドルしてる場合じゃないね。ジャンプ力が相当高いんじゃょ目立つんだ、ピョンピョン。ファンには見せないけど。見せないんだ。ものすごい跳躍力。見せてやれよ。見せるんでね。 中役力日本サインだと。いやいや見せて、見せてあげてくれよ。<laughs> 踊ってるっけど、ジャンプしたら目立つぞ。<laughs> <laughs> アマゾンですのそんな戦士 <laughs> <laughs> まだ言ってるわ。<laughs> 答えずらさよ。<laughs> <laughs> はい、大丈夫ですかまあ,まあまあいけるところは。いきましょう。<笑><笑>さっきのようにね、ちょっとな、まあ、また脇がみたいなことは言わないようにしないと、うん。頑張ってください。いあのファンの,、うん、あのハンカーを買わないように頑張りましょう。はい、じゃあ、それではいきます。 AKB48 のチームエイトのメンバーで県出身の宮里莉羅さんの公式ニックネームは何かなブーメラン先生おっ <laughs> ブーメラン先生、うん と呼ばれてなんでブーメラン先生って呼ばれてるんですかこれは知らない。知らない知ってことは絶対に言ったさだの大喜利したお前が知らないって言ったらもう本当に誰も知らんから。頭が真っ白になっちゃったね。いつもの頭が真っ白になったらブーメラン先生っていう言葉が出るのか。ブーメラン作ってるんでしょうね。あなるほど。ブーメラン作って、ブーメラン投げ方とかもチーム内で教えてるから、ブーメラン先生と呼ばれているということでったブーメランは入っいてるっていう。なるほど。うん 納得しました。ありがとうございますそれではですね曲の方に参りましょうリクエスト来てますのでねそのリクエスト曲の方を流したいと思っております曲はですね今探してるんですあ見つかりました曲の方がですねまさみさんのリクエストで福山雅治さんで「家族になろうよ」ですどうぞ。 ハハねハ。<laughs> <laughs> すませあの曲が流れたと思ったらね皆さんちょっとびっくりしたかもしれません僕たちの声が入ってね適当に流してみましたこの曲「家族になろうよ」まさかのミュージックバージョンでしたインストロメンタルインストラメンタルでしたメンタルでした申し訳ございませんちゃんとしたね福山雅治の曲でちょっと今探して見つけましたのでね今回流してみましょう流してみようと思いますこんなのびっくりだろみんなちょっと今曲を下げますけれども A ではちょっとですね見つけました多分これで当たってます福山雅治さんで「家族になろうよ」どうぞ ひどいないやーねー <laughs> なかなか見つからないということでなかったわな,なかなか見つからないんすよんすん全然見つからない俺さっしてないか <laughs> もうこのもうウェディングバージョンのもうあれでいいっすかこれで 今マイク入ってる今マイク入ってます流してみますこん誰が作ったやつこれはなんかウェディングバージョン誰かが一応まさるが作ってる作ったやつ歌う歌うの昔は彼女家族になる何のあれだった何なのかの主題歌だったよね違うか何だったかな一応曲としては今このみんなが知ってるようなイントロが今流れてまさみさんはどう聞こえてるのかなツイキャスなんかうっすらでも聞こえてないんじゃない

どれほど深く信じあってもわからないこともあるでしょう寄り添い生きることが愛するということかもしれないから いつか母さんみたいに大きな背中といつか母さんみたいに痩せて,ててどんなことも越えてゆける家族になろうよありがとうございました。下地大輝さんで家族になろうよでした。 史上最強のグダグダだな。ふうって、ため息、ため息出ちゃったよ、まさみさんが。え、えんとさん。<laughs> <laughs> 皆さん、こんこにちは。五ルです。ね、グダグダしてますけれども<お>福山雅治さんの、ね、家族になろうよ実はね、見つけました<い>流しましょう,ししょうそれでは<し>ついに本物福山雅治さんで家族になろうよどうぞ<お>ありがとうございます これで実際ですかね。 いやーですねちょっと謝罪したいことがありましてあのですね先ほどのね、うん、曲のと時にです、ね、土地に行っていましたけれども、はいあのー、福山雅治さんの「家族になろうよ」うね流す予定でしたがですね、あのー、間違ってねあのインストルメンタルのね <laughs>、あのー、曲だけのやつ音楽だけのやつを流してしまいましてまた、曲を流している途中突然、ジングルが始まりそうな感じになったりして大変申し訳ございませんでした。 こういったねことがないように、えー、精神誠意・精、え、い、ー、これからも頑張っていきたいと思います。まあ、本当にね、今はあの立ち直れない状況ですけれどもあの、ちょっと見守っていただければなと思っております。反省してるけど、<laughs> 反省してるけど、うん、頑張るよ、うん。反省したらいいよ。反省,いい反省したら省してるあ,ありがとうございます。いいやつ、くだかいいやつ。してるんでしょ、反省。 してる。何してもいいじゃありがとう。反省してごめんね。さっき違え、何なんか変になったけどね。あの切り替えましょう。ね。切り替えが大事ですからね頑張って行きましょう。よろしく元気ないパーソナリティなんか嫌でしょ。元気ないパーソナリティなんかみんな好きそのためにもねあの無理して元気出してますのでね。そうです。いちいち反省なんか。反省してから無理して元気出してるからさ。反省者やったらいいよ。え。 この番組は大学生5内ベリーガルの大学生っぽいラジオ FM 小座のスタジオから生放送でお送りしております。よろしくお願いいたします。よろしくよろしく。CM と曲をけました。曲聴いていただきました曲は福山雅治さんで「家族になろうよ」。序盤僕のね、序盤僕のアカペラとかも入りましたけれど、もいいんじゃないあるあるで。あるあるでいいんじゃないですか。頑張っていきましょう。AKB の総選挙。 ありましたけれどもやっぱ沖縄にもということは AKB のファンはかなりいるっていうことなのかなさっきもいたようなんか服着てたさあだからよそうそうそうさっきんかコザのスタジオに向かう途中ねそうそう束ぐらいなんで束の方でんか AKB 方って名前忘れたけど何か誰々みたいな山本んかあずさんみたいなんか服着た人が T シャツ歩いてましたけれどもあんな結構いるんだな確かにーそうだったよね あれはあ,あのレベルまでいったらもうヘビーなんでしょうね。多分んじゃあ沖縄でもかなりもうね、AKB カルチャーっていうのは定着してきてると。ということなんですけどでもなんかね、あんまり俺 AKB よくわからないんだよね。まあね、お前は高校の時から全然わからないって言ってたしな、うん、お前は好きだったし、結構高校の時。高校の時はね、好きだったよ。しにしかもこいつ最初隠してるわけよ。よバレ方がね、面白いんだこいつね。面白かったね、バレ方が。<laughs> お前が,なお前が嘘ついたんだった 俺の友達にのかのバンの中にるなんか変なの入ってるぜみたいなでほんとかして見に行ったらほんとに俺の,の AKB のゲームが入っててだか <laughs> <laughs> はあのまだ誰にも言ってないかった当時ね AKB のファンだということでだか AKB のゲームも持ってたんですよも一緒告られるみたいな <laughs> で振っていってから誰かと最初に付き合うみたいな、ね、そう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 ,そう,そう それを見つかってしまった俺が探し当ててくだかのカバンから、うん、<laughs> くだかがうわーとか言って <laughs> 終わったとか <laughs> でもあれがってなんか もなんかそれはそれでよなんかこいつも吹っ切れてからそっからなんか急に大っぴろげに AKB し始めてから <laughs> 本当に何よ, <laughs> よかったじら。れそれはそれでよかったじゃんそれはそれでよかったじ今まで隠してたからっ。足かせがなくバンみたいな <laughs> 取れたもう足かせ取れてもう猛ダッシュだそったかに脱獄成功みたいな <laughs> まあくだか今そんなに AKB はそうまあそ今はそんなにかもしれない,ない、ね、けどまあくだかもかつて好きだったぐらいで、ね、まあ AKB ファンっていうのも多いなってなってる 僕そんなにさっきも言ったように AKB があんまり好きじゃないって言ったらそうまあ興味はないそんなにあんまり興味なくて AKB よりねもう俺が好きなのかってもう話したいのが広瀬すずあらすず関係すず好きあら顔が顔がドラマとか見てる見てない映画とか見てないミュージックビデオとか見てない 何が名前が好きだろお前。い。ヒムズスっていう名前が好きなんだか違う違う。可わいいやし。かわいいかわいい。こうかもしシムとかもいて。やばいさん、あんな可愛いのがどんなして生まれてくれば。哺乳類じゃないだろ、分。なん。別のまたんかあれじゃねえば。哺乳類じゃなかったらあんま可愛くないだろ。あれしない、多分うんこしないですよ。お前、お昼時間だから。うんこしない。ちょっとオブラートに積んでください。絶対しないです。 いやいやいや,いやするってもう言いたくないけど <laughs> <laughs> しないですするよ。 するとか言うなお前。しない絶対。排泄物ぐらい出せるわけないだろお前。まさかお前。好きだからってお前。やるわけないだろバカでしょお前。何そんな怒られるお前もお前もだからあのお前もあいこ好きさ。あいこうんこしないと思ってるでしょ。します。します。します。あいつはするとかじゃない。なんかあいつはします。すぐしますあいつは。すぐ何回もします。 <laughs> 違う違うなんかそれ <laughs> アイコはすぐすぐ <laughs> ーみたいなトイレトイレ <laughs> みたいな違う違う何回もしますあいつは <laughs> <laughs> お前それでもファンか <laughs> 違う好きっていうのあれが違うさお前は顔だろ <laughs> 別の顔とか別にそんな好きじゃないしあ<ー>アイコはちゃんとブスって認めてる、うん、ブスっていうかまあね トイレはするよみたいな。ト, <laughs> <laughs> トイレはするしないで判断する。<laughs> <laughs> <laughs> トイレはする方ですちゃんと。トイレって言えば分かりやすい。<laughs> トイレって言えばいいしないよ。多分広瀬そう。いやいやいや <laughs> しないしなかったら終わりだからな。す <laughs> <laughs> ればまず。 あんなのとかなんか上とあやとかしないだろトイレいやいやまあねなんか汗とかで済ましてるだろ多分あ全部ちょっと汗ばむぐらいでなんか全ての排泄済ましたあんなあんな綺麗な人がドリーミーだなアイコはするかもしれないアイコは絶対にするアイコはするしょうもなんかこのしょうもなんかこの話ンシ <laughs> <laughs> かなりしょうもない話してるからねな、まあ、これかなりもし時刻は12時39分、12時39分、大学生っぽいラジオ、学生芸人5代メリーガルを添えて5代メリーガルの下地が12時39分26秒をお伝えします <noise> はい、まあね、やってるんですけれどもね。待って何,<ん>何それ <laughs> 何が一一七か何が地方かお前地方って何えあのこれはあの地、ー、方ですね <laughs> じゃあ地方ですねってなんか地方 <laughs> ですけど <laughs> なんでそれしたかって <laughs> 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 時報だ地方だよみたいな <laughs> いやいやあの地方た一緒 <laughs> へっ地方かっこいいやしお前なんか地方 <laughs> <時報> <laughs> 特殊な人間なんだろう <laughs> <laughs> なんか FM 小沢オレンジレンジさんとかね地方、うん 担当されてるということでお前がやる話やん。自分の番組以外でやらせてもらえないんで番組内でやっちゃおうと。バカだな。やるいうことなんでいいでしょう。いやいやいや、時報やりたいってやつが意味わからんからな。かっこいいやし、時報。いやいや、いい。こうやってね、時報をやることによってね、なんか俺がすごいやつですみたいに思われるわけ 自分の番組かっこいいし、地方やったらなんかかっこいいっていうか、いい声の人がやる感じでいろんなところで地方やりたいなと思ってます。いいでしょ、勝手にやってくいはいはいはい。まあね、広瀬セスがうんこしないという決断に至りましたけれど、いや、至ってないけどね。俺はまた結構反論があるけど。違う全然違うよ。そうなの全然すると思うけどな。いや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 。 えー、時刻は十二時四十一分三秒。学生芸人五代目リーガルの久高が十二時四十一分九秒をお伝えいたします。いや何、何おい。<あ><は>何何お前。何時報外しか <laughs> 時報外しじゃあいい。<laughs> <laughs> 時報返しして。お前。 ややるのおい。地方 <laughs> 戦争じゃ。てくるのこらおい、地方戦,戦争じゃ、これはお前、おい。<laughs> もうここまできたら、地方戦争じゃ、お前、おい、お前地方やったろかい、お前、おい。五 <laughs> 代目リーガルの下持ちが12時41分34秒をお伝えします。<laughs> 戦争じゃからお前おいやったろけお前自称おいおい地報のやり合いみたいな初でしょうね麻薬戦争やろね核戦争聞いたことあるから自報戦争って言ったらあまり聞いたことないかも2017年6月18日地報の都市ですわ勃発ワーワーオブ自報地報の英訳は分かりませんけどももう一回クダカ自報やってみる自報かっこいい声がいいですからクダカは自報やってみましょう え時刻は12時42分12秒え東京 FM ト,トラフィックレポートがお伝えいたします時刻は<ー> <laughs> 強制終了 <laughs> 強制終了 <laughs> ウルドロフさんもねちょうどあのワーオーって言ってますのでちょうどでもないけどね <laughs> コメントでね休 <laughs> 分前に言ってた <laughs> 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 楽しいやりたい放題できるから <laughs> <laughs> キミキサー面白いだからねうこういうことできるからねいいんですよミキサーは昨日さ 新道でも話してるんだけど普通に新道でも話いいよ別に久しぶりに土曜日の12時の夜十4時の東京 FM トライクレポートとかよく言ってますけど毎週土曜日の12時にあるわけだ毎週って言っそれ以外にもやってると思うけど本当に素晴らしいどういうところが俺すば東京の交通状態の話でしょそれをなぜお前が聞けるのかっていう声やっぱ声なんだ声あの何ていうの 友人は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 友いは友人は友人は友っは友人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 はと人は友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 人はマスは友人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  トーマスは白い粉を片手に暗闇が消えていったみたいなやつだろそう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 そそううじゃないよでその方は何名前とかは分かる全然分かんない女性いや男性女性の方と男性の方がいるそうそうそでいつどんなスパンで変わってるのか知らないけどそれも多分東京 FM のアナウンサーさんとかかなうん多分なるほど本当に素晴らしいよあいつらはやるよあいつらラジオってすごいよねしたらもうアナウンサーさんもだから テレビのアナウンサーとかだったら、なんていうの、声、もちろん声もなんだけど、顔とかもある、そうだックスとか、フジテレビとか、ラジオつったら、もうマジで、声だけで勝負だから、本当にどれほど声が聞き取りやすいかとか、そう、透き通ってるかとか、あるんでしょうね、一回、マジでみんな聞いてほしい、YouTube あれやんに、東京 FM トラフィックレポートって、あるのかな、あるのかな、東京 FM だから、多分沖縄まで流れるんでしょ、電波は、そうそうそう、まあ、それで聞いてもいいと思うし、あれとか、アプリとかでしか聞けないと思う。ああそううなんんだ オッケー、えー、アプリでわざわざ聞いてるのアプリで聞,き聞いてる前はよ <laughs> すげえ<ー>今,今も最近じゃあ久しぶりに撮ったばよ<う>ラジオあるんだそういえば東京表面聞きたいてえなと思ってう <laughs> そうなんだ撮ってあーってじゃあわかるこん,なこんなのさリアルタイムで聞きたいさああ いちいちかそうだな、ね、トラフィックレポートをわざわざ YouTube で聞くやつはいないような気もするし <laughs> バカだろ <laughs> <laughs> なるほどおとといの交通時間何だったのかみたいな <laughs> バカでしかね <laughs> しかも東京だから <laughs> <まあ笑>そういう東京リヘムトラフィックレポートの話も、えー、やってますけれども <laughs> まあねくだかがね、うん、いや見つけたな見つけた,見つけたあ見つけたんですかけけじゃあ見つけたところで一旦 CM に入りましょうか <laughs> でもこれ多分違うんだよな

分かりいただけただろうかお分かりいただけたことだろうと思う。<laughs> 今日もじゃあエンディング落ち着いた曲探してやってみる。曲でトラフィックレポート感出しながらやるエンディング。まあ、い面白そうだなんか曲どん YouTube から探していいのかないやいやいや、<A S 1> 死にパリピアシ <right>. これ、これが好きよ。今度 BGM だべ。これ BGM だけ。

最初東京 F の東京 F みたいなで<ん> <laughs> マイク上てます大学生っぽいラジオ、えー、学生芸人五代目リーガルを添えて A.M.K.、はい、さんのスタジオからですね、えー、生放送でお送りしております送りね送 今日ねさっきのトラフィックレポートの話でね、CM に行きましたけれども、俺たちもこの落ち着いたね、右翼団体がね、目の前を通り過ぎておりますけれどもね、大日本帝国みたいな感じでね、トラフィックレポート、東京 FM のかっこいいということで、素晴らしい。トラフィックレポートっぽいラジオ、やっぱりやりたいっていう夢があるよね、誰しもね。やりてぇーやばい、やばい、やばいわ。東京 FM やりたいやつはそんな声出したらだめ、規制です。やりたいじゃないですか。やりたいね。だからね。 あのや、ー、やりますか <laughs> <laughs> やっちゃうよく考えてみてください。僕たち今、ね、ラジオやってるんですよ。<laughs> 東京 FM っぽくできるのはもう今しかないでしょう。そうそうそう、<laughs> FM ことでね、東京 FM っぽくやりましょう、ね。やってみましょう。東京 FM トラフィックレポートの BGM を流しながら、まあちょっとラジオ後半<う>、<laughs> やっていきたいなと思っておりますしいいま,ししていきますのでよろしくお願いいたします <laughs> 流れる 時刻は12時48分を回ります。おっと、流れていますぞ。<laughs> すみませんね。<れ>失礼いたしました。今もまたね、YouTube で流したがためにね、本当のラジオが流れましたけれども。からでこれから流せばいいわけ。上から3番目っていうのはどれ、うん、?TFM って書かれてるやつ。TFM って書かれてるやつ。じゃあ、これで流せばいいわけね、うん 1> もう。1分42秒しかないから、これも最後の2分しかできないわけそうか。繰り返しやればいいのか。 じゃあまたこの残り2分ぐらいになったらね東京 FM っぽくね今日終わろうと思ってますのでそういいね頑張っていきましょう本当にみんな一回聞いてほしいこれ多分義務にした方がいいと思うあの東京 FM を聞くのそうそうそうそれを FM コザから言うのもどうかなと思うけどね、俺はそうだねまあまあその東京 FM トラフィックレポートは FM コザの番組多分全部終わってから流れてるからそうだねまあいいよねオッケーオッケー何してもいい何してもいい本当に幸せな気分になれるあれなんか土曜日に聞くさ大体うん 明日休みっていうあのもあるし <laughs> <笑><笑>その半はお前しかわからないですからね <laughs> よくわからないですけどもうありがとうみたいな,あな一日中俺の体ありがとうみたいな <laughs>、まあ、そう毎週聞きたいと思われるようなねう関係ないのに東京の交通状況を沖縄の人が聞きたいと思ってもらえると。<laughs> そんなレベルだからねそんな素晴らしいラジオになりたいよねうん確かに <laughs> 急にね <laughs> なりたい、ね、知らないない力からでも大学生の芸人の沖縄のラジオを聞きたいって思えるようにはなりたいですけれども <laughs> なりたいねいい声出してね、うん、それのためにはいい声だということでそういい声と EBGM いい声と EBGM がまあいいとねいい雰囲気とワインとマスターとじらすね 俺もあげてんだよ <laughs>。<laughs> <laughs> 何でお前が言ったいね。お前の話したら <laughs> 俺がお前に言うセリフ。<laughs> スーパーこっちのセリフ。<laughs> <laughs> じゃあ、そうそう、流しますか。お<ー>東京 FM ポイいの行きますよ。もうね、気持ちがいいぞね。こんな BGM じゃなくてね。こんな BGM って言うね、リップスライムでお前。らこれいいのか はいみなさんこんにちは時刻は12時50分を回りました大学生ぽいラジオ <laughs> 学生芸人5代メリーガルを添えて <laughs> FM 小田のスタジオから生放送でお送りしております、はい、メインパーソナリティを務めさせていただきますのは私5代メリーガル下地と、うん、私5代メリーガル久高がお送りしております。よろしがお送りしておりますよろしくお願いいたします <laughs> <ねー> <laughs> ついもね中日ということでそうですね ピーカンデリーではありませんけれども、若干ね、曇り空ということ。で曇り空ということでね。ここで一句久高さんお願いしてもよろしいでしょうか。いい声で、いい声でお願いしました。はい。曇り空。曇り空。明日は晴れだよ。トーマスも。ああ。曇り空。明日は晴れだよ。トーマスも。生放送で。生放送でお送りしております。東京へ。東京へ。トライクラレポート。東京へ。 ふざけすぎだななこれはさっきの AKB の人もそうだし、あの東京 FM の人にもこれ怒られる <laughs> <laughs> 可能性が出てきますからね。でもいい BGM じゃないこれ。ね、夜に流れるからね。FM コザ、FM 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 コザ。急にそんなのもあるんだ。 まあ、という感じでね、<laughs> 東京 FM の、ね、BGM だったんですけれども、はい、いやー <laughs> あ、ね、もうそろそろエンディングということで、<laughs> 何してるんだはこの曲もこの曲でいいんじゃんいつもエンディングに流してる愛子のこの歌姫っていう曲なんだけど <laughs>、<laughs> 曲ねいい曲ね。 今日も一日頑張りましたねラジオの方うねそうだね,ねもう明日から月曜日ですわ明日から月曜日ですわ本当に月曜日って一番な,なくていい曜日だと思う <laughs> <laughs> 日かいい、ね、日か日かアカペラ王者かも <laughs> んか今アカペラしようまあね今日はやりたい放題やりましたねそうだね 福山雅治リクエストで流したと思ったらまさかの俺のアカペラが流れて他局のラジオの BGM を勝手に使って東京 AKB の宮里莉奈さんのニックネームを勝手につけてやりたい放題の1時間でしたけれどもね別に今日に限ったことでは。 東京 FM、東京 FM、すごいすごい、もうやりたいほら、3ポイントあら、もう、失礼しました。失礼しましたじゃない。何、我い、悪い、ったじらしてる場合は、我慢できなくなっちゃった。もう、東京 FM 行きたいな。東京 FM 愛がすごいですね、これだけで、俺、1日れご飯食えるあ、なるほど。一日中は過ごせるから。ちょっと言い過ぎたな。 ちょっと言い過ぎたからそんなことないのああそう言い過ぎたと思うけどくだかはですねあの卒論のアンケートを今ツイッターでやってるということでそうだよみんなツイッター答えてくるだかのツイッターからねくだかが卒業論文のねんていうのアンケートなんか調べないといけないってことやってるんで皆さんもしくだかとフォロワーの方はですねぜひアンケートに答えていただきたいなと思ってるそう本当にこれ電話番号入力したやつとかいるんでしょそうそうそうあのひどくない ですねバカじゃないなんかあいつだったらなんか金額をマーケティングのなんか授業でマーケティングの授業で金額を入力してもらう的なこれを見ていくらまで払いますかってみたいなアンケートでで普通に5000円とかいろいろあるんだけど090みたいな。は思っていうか多いなこいつけたと思ったらよく見たら090あらららららら 携帯電話だこれ。こういうの来たらどうすんの集計とか。いやもうこれは。はぶいたりできるんだ。はじきます。で誰が打ったとかできないのかわからないんだ。わからないけど。特命あそっか、特命。特命1とか1に。で、時々なんかもうさ、あの、決めてないなんか。この何円以上何円以下とか決めてないわけ。何円以上何円以下までしか入力できないとか決めてないわけ。だからそんなこともできるんだけど。決めた方がいいと思うけど。あ、もうそれもなしにしようってなって。難しくなってしまうから。で、なんか1回を、このなんか文章で。 このアンケートは写真がどうたらこうたらみたいな文句書かれてるわけさハートンとかこいつと決まと思ってまあまあおこ,こんなこと言ってくれたらいいなと思ってたけどよく見たら他のところ全くちゃんと答えてない分100円100円100円,100円で最後にこんな文句書いてから。<laughs> <laughs> 本当にイライララした、ね、合図大学生っぽいラジオ、<laughs> 学生芸人五代目リーガルを添えて <laughs> <laughs>、えー、もう残り15秒になりましたね。くだかの、ね、怒りが爆発したところで、ね、番組も終了しますけれども、その怒りはあいつにぶつけ、ね、下地にぶつけたいと思います。僕にぶつけられても困るんですけれどもね。うんえー、お相手は五代目リーガル下地と五代目リーガルくだかでした。バイバイ。OK <laughs> です。